おはようございます。ケンです。今日はテスラの未来を占う上で見逃せない3つの動きについてお話をしていきます。一言でまとめると、テスラは今水面下でロボタクシー時代の本格始動に向けて明確に動き出しています。わずか5ヶ月で5000機のスーパーチャージャーを追加し、世界全体では7万5000機を突破しました。同時にロボタクシー向けの新たな追加料金制度まで静かに導入されています。 これらは単なるニュースではなく、イーロンマスクさんがずっと描いてきた、車が稼ぐ未来。これを現実にするための重要なピースだと僕は考えています。今日はこの3つの動きをつなげて読み解くことで、テスラがどこに向かっているのか、そして投資家にとってどんな意味を持つのか、こちらについて皆さんと考えていけたらと思います。まず最初に簡単に背景を整理しておきます。 一つ目はスーパーチャージャーの急拡大です。テスラは直近5ヶ月で5000機ものスーパーチャージャーを追加し、世界全体で7万5000機を超えました。これは単純に数が増えたというだけでなく、テスラがこれまで経験した中で最速レベルの増設ペースです。そして二つ目は、 清掃量の導入です。テスラはロボタクシー利用者の乗車後、車内に通常以上の清掃が必要になった場合、追加料金を請求する仕組みを導入しました。これにより、例えば飲み物をこぼしたり、嘔吐したり、荷物を置き忘れたりといったケースで、自動で課金が行われます。そして3つ目は、イーローマスクさんの長年の約束、つまり、 車を所有しているだけで収益が入るテスラネットワーク構想がようやく現実味を帯びてきているということです。複数のメディアがテスラはその実現に向けて確実にステップを進めていると報じています。これらのニュースは一見するとバラバラに見えますが、実は一本の線で繋がっています。 今日はこのつながりを中心に深掘りをしていきます。はい。ではここからは僕の分析についてお話をしていきますけれども、まず7万5000機を突破したスーパーチャージャーについてですが、これは単なる充電インフラの拡大ではありません。僕はこれはロボタクシー時代の土台作りと見ています。ロボタクシーで最も重要な要素は稼働率です。どれだけ止まらずに 走りり続けらられるののかそそしてそのためには充電待ちを極限ままで減すす必要がありますテスラはロボタクシーの走り続ける力を充電インフラによって支えようとしているわけです。これは他社にはできないアプローチです。ウェイモは地図ベースで都市単位の運用です。一方のテスラは世界中に広がる充電ネットワークを 自社でしかもグローバル規模で展開できる唯一の企業です。ロボタクシーは走ってなんぼのビジネスです。その走り続けるためのインフラをテスラはすでに世界規模で握っている。僕はここにテスラの圧倒的優位性があると思っています。次に清掃量について。これは一見すると小さなニュースに見えるかもしれません。しかし運用という視点で見れば 極めて重要です。人を乗せる以上、車内は確実に汚れます。ウーバーやリフトでも清掃量の仕組みは当たり前で、一定の汚損行為には追加料金が発生しています。テスラが同じ仕組みを導入したということは、今後大規模なロボタクシー運用を見据えている証拠だと考えられます。数万台規模のロボタクシーが稼働する世界では、こうした運用ルールが欠かせません。 車内が常に清潔であるということは乗客の満足度、ブランド、イメージ、安全性、そして稼働率に直結します。清掃トラブルが頻発すればそれだけ稼働率が落ちてしまうからです。つまり今回の清掃量の導入は f s t の技術とは別の領域、すなわち運用面の準備が 着々ととと進んでいるといいるうことを意味しています僕はこれが非常に大きなシグナルだと思いました。テスラはすでにロボタクシーをどう運用するのかという次の段階に入っています。そして3つ目、イーロン・マスクさんが長年語ってきた車が稼ぐ未来、いわゆるテスラネットワーク構想です。この構想はオーナーが自分の車をロボタクシーネットワークに参加させ使っていない時間に 自動で稼いでくれるというものになります。その収益をテスラとオーナーで分配するモデルです。そして、このネットワークこそがテスラが時価総額を数兆ドル規模に引き上げるための最大の武器になると言われています。車両販売モデルでは限界があります。しかし、ロボタクシーが稼働し始めると、1台あたりの収益性は販売時の5倍以上になる可能性があると指摘されています。 これはイーローマスクさんの報酬パッケージとも密接に関係しています。現在の報酬パッケージにはテスラを巨大企業へ成長させるための明確な数値目標が設定されています。その達成手段として最も大きな役割を担うのが自動運転ネットワーク。 つまりロボタクシーです。そして今、その構想がようやく現実のフェーズに入ってきているということになります。はい。ということで、ここまで3つの流れを話してきましたが、では、これから先の未来はどうなっていくのでしょうか ここからは未来への示唆として僕の考えをお話をしていきますけれどもロボタクシー時代の勝負は実は FST の精度そのものではないと僕は思いますもちろんそれは重要ではあるんですけれどもそれ以上に大きいのは 稼働率とネットワークの強さじゃないかなと思います。充電インフラが圧倒的に強く、世界中で展開されているという事実。車両の運用ルールが整備されつつあるという事実。FSD が年々進化し、エンドツーエンド方式へ向かっているという事実。この3つの事実が同時に進んでいくと、テスラのビジネスモデルは根本から変わります。 車を売って終わりではなく、車が稼ぎ続ける時代に突入します。投資家にとってこれは非常に大きな意味を持ちます。テスラの評価は自動車メーカーの PER ではなく、AI 企業やネットワーク企業としての PER に近づいていく可能性もあります。もしそうなってくると、現在のテスラの株が割高なのか、 割安なのかとといいう議論自体が大きくく変わってくると思います最後に今日のまとめとして視聴者の皆さんに3つ問いかけたいと思います。1つ目、もし自分の車が働いて収益を生んでくれる世界が来るとしたら、あなたはそのネットワークに参加したいと思いますか ?2 つ目、車が自動で稼ぎ続ける時代が本当に来るとしたら、 車の価値はどう変わっていくと思いますかそして3つ目、テスラが単なる自動車メーカーから AI とインフラの巨大企業へと進化する未来をあなたは 現実的だと感じますかそれともまだまだ遠い未来だと感じていますか皆さんの考えをぜひコメントで教えていただけたら嬉しいと思います。そして僕は100%そのネットワークに参加します。もうすでにボクシブシェアも日本では展開していて僕もそこに参加しているので実際に車がお金を稼いでいます。なので今日の車が汚れるなどもわかりますし肌感覚的にも人が車を借りてくれるっていうのもわかります。なのでこのロボタクシーの仕組み が導入されたらもっといけるだろううなっていうのは分かりますそうなってくるとハードウェア4のテスラを中古で買ってきてそれを使いロボタクシー運用するっていう人は今後ね増えていくんじゃないかなと僕は思っています。 はい。では本日のコメントこちらを紹介します。今日はキポ一 o 1 0 0 8さんのコメントです。AI バブル崩壊言説を退ける NVIDIA の素晴らしい決算でした。テスラは数年後には最も圧倒的に社会を変える AI 企業になっているでしょうが、その時には今の小さな調整など誰も覚えていないと思いますというコメントです。ありがとうございます。これは間違いないと思います。だって、 もうすでに最近の僕の感覚ではアンチ EV。 っていうワードも過去のもので、ああ、そういった言葉もあったよねっていう感じになっています。なので、今の小さな調整などは誰も将来は覚えてないんじゃないかなと思いますけれども、皆さんどうでしょうかはい。では、最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日はあまり変わっていなくて、現在404ドルとなっております。では、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、 テスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますでは今日もご視聴していただきありがとうございますテスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた追伸ですさて今中古の取り扱いをしていますがこの中古のテスラで今のサービスは続けますがそれにプラスしてボクシブと協力してやっていくことになりましたボクシブの場合はバッテリーの状態もわかりますし写真などもたくさん撮っているので 車の状態が分かりやすすいですねただ欠点としては数がまだそんなにないというのがあります一方で僕は中古テスラ情報オークションの情報をお渡ししていますこちらは在庫所として持ってはいませんけれども数はありますなので僕のところかボクシブで中古テスラを買われるのがいいんじゃないかなと思っていますまた関東在住の方限定に今はなっていますけれどもご自身のテスラを売って新しいテスラを買おうかなと思われている方そんな方はボクシブライトニングで車を売られてみては はどうでしょうか。ボクシングの中古売買に関しての詳細は概要欄に記載していますので、興味のある方はそちらの方をご覧になられてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。